この仕事を選んだ時から避けられないことと知っていた。じゃあ今日も頭と体の体操をしていきますよ。グーパーミー。楽しかったことも全部消えてしまう。あ、安子さん覚えてますか？この日吉田さんがここから出てくって言ってみんなで止めましたよね。大変でしたね。ねえ安子さん、頑張っても頑張っても助けることはできない、そう思い知らされた。もっと何かできたかもしれないのに。この仕事って何なんだろう。辛いからもうやめたいなっていう感じ。いえもう5年前になるか。僕も初めて見とった時は帰り道でワンワン泣いちゃって。リーダーは辛くないんですか？いや辛いよ、そりゃ何度経験しても辛い。もっとできることあったんじゃないかって毎回思うよ。私は安子さんになります。泣いていいんだよ。泣いて泣いて嫌になって落ち込んでも、その度に僕たちがそばにいるからそれにみくちゃん、まだ私たちがいるんだしさ。そうよ、私たちのことも忘れないで。本当、安子さんって幸せだね。みくちゃん、私の時もそんな風に泣いてね。苦しくて辛くてやっぱりやめようと思った。でもこれからも一生続けていくと決めた仕事。